にちは。アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ついに夢の蜜餌対決の日がやってまいりました。蜜餌はアリのエネルギー源である糖分を補給するのに欠かせない重要な餌です。アリはスクロースやブドウ糖をトレハロースの形で貯蔵できるため、人間であれば糖尿病になるような高血糖の状態でも大丈夫です。なので、たくさん食べさせる方がいいです。今回は、そんな蜜餌の中から、我が家のミルクシュガー、KB ファームさんのプロゼリー、そして、最高のアリの餌との評価を得ている、アリスさんのスイーツパウダープロを使って、最強蜜餌対決を実施していきます。対決は我が家のアリすべてを使って実施していく予定ですが、この動画では、クロオアリでの結果を配信します。クロオアリといっても、女王はトゲアリです。季節も秋の終盤に差し掛かり、我が家のクロオアリもほぼ冬眠状態です。その上、この動画を撮影した日はちょうど2022年11月8日の皆既月食の日です。多くの生物が月の満ち欠けの影響を受けると言われています。アリデンはそのような報告があるのかどうか確認していませんが、今回の対決の結果は通常起こりうる結果と違った結果になる可能性があります。そのことを踏まえた上でこの動画を視聴していただけると嬉しいです。では早速、クロオアリに3種類の蜜餌を与えていきます。上から順にスイーツパウダープロ、ミルクシュガー、プロゼリーです。この日のために、クロオアリには3日間、絶食してもらいました。それではマーカーの反応を見ていきましょう。最初の10分くらいはなかなかマーカーが餌場に出てこなかったので、早送りで見ていきます。なかなかマーカーが餌場におりませんでしたが、まず1匹目が真ん中、ミルクシュガーに食いつきましたね。我が家ではクロオアリには毎回ミルクシュガーを与えています。食べ物と分かっている分、食いつきが早かったのでしょうか。お腹が膨らむまでの様子を早送りで見ていきましょう。お腹が膨らみましたね。この後、巣に帰って栄養交換を行います。続いて2匹目。うろうろしてプロゼリーに一瞬食いつくかと思いましたが、食いつきませんでした。最終的にはミルクシュガーに食いつきましたね。続いて3匹目。3匹目が餌場に出てくるまでに30分近くを要しましたが、こちらも、うろうろした挙句にミルクシュガーに食いつきました。ミルクシュガー、人気です。この後、また30分近くマーカーが餌場に出てこなかったので、撮影を打ち切りました。結果の報告になります。今回、3種類の餌を餌場に置いて、1時間ほど観察した結果、ミルクシュガーにのみ、マーカー3匹が食いつきました。今回、ミルクシュガーが最もクロオアリの指向性が高い蜜餌という結果になりましたが、クロオアリの蜜餌の指向性はコロニーや普段食べている餌、季節などが変わると大きく変わる可能性があります。また、月の満ち欠けの影響もないとは言い切れませんし、女王がトゲアリである影響がないとも言い切れません。今回の動画、いかがだったでしょうか？この動画をご覧の皆さんも、ぜひクロオアリの餌の好みをご自身のコロニーで研究していただけたら嬉しいです。そして、その結果をコメント欄で教えていただけるともっと嬉しいです。できれば、
母数が多ければ多いほど黒オオアリの餌の好みの傾向が見えてくると思いますので、100人くらいからコメントをいただけたら嬉しいなと思います。なお、この動画で使用したスイーツパウダー黒と黒ゼリーについては、説明欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はそちらからお買い求めください。ミルクシュガーのレシピについての動画のリンクも貼っておきましたので、ご活用いただけるととても嬉しいです。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。